時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはよっ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 、これ世界を旅するおつまみポテト、ポルチーニクリームのブルスケッタ味。わさビーフなどで知られる山吉製菓から海外旅行先のグルメを気軽に楽しめる新シリーズとして世界を旅するおつまみポテトが登場。第1弾がこちら。イタリアで人気のおつまみポルチーニクリームのブルスケッタの味わいをポテトチップスで再現したポルチーニクリームのブルスケッタ味が発売されています。クリームソースをベースに芳醇なポルチーニの風味が楽しめるそうで、濃厚なのでお酒のおつまみにもぴったりとのことです。では今日のおやつ、山吉製菓の世界を旅するおつまみポテト、ポルチーニクリームのブルスケッタ味、いただきます。おしゃれですね。あ、新キャラクターチア牛登場だそうです。チア牛30歳この子30歳なんですってそうなんだ。へー、よろしくお願いいたします。ではオープン。私ポルチーニ食べたことないかも。あ、見た目は普通にポテチですね。ではいただきます。めっちゃ美味しいじゃん、これ。ポルチーニじゃん。ポルチーニってこういう味するんだ。あれみたい。グラタン。グラタンの味がしますね。ポルチーニってグラタン？あ、キノコか。確かにちょっとキノコっぽい深みがあるかも。すごい疑われてる今。なんだろうな、なんかクリームが強いのかな。チーズクリームみたいな、まろやかな、グラタンですね。あ、怒ったか。あ、わかったわかった。だからパンにキノコグラタンをめっちゃ乗せた感じ。なんですか、そういう味するんですよ。美味しいです。これだったらね、ちょっと全然一人でいいのかな。これは一人で、うまくまとまってないね。では一人でイタリアに行った気分です。美味しかったです。マンチタイム、今日は山吉製菓の世界を旅するおつまみポテト、ポルチーニクリームのブルスケッタ味をいただきました。またこの動画は実平店の YouTube チャンネルにアップしまして、ぜひご覧ください。 ZIP FM 77.8